どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。はい、今回はですね、また先輩からお借りした銃なんですけども、もう今は絶版のですね、珍しいモデルガンを紹介したいと思います。こちらでございます。じゃ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 ん。さあ、もしかしたらね、懐かしいという方いらっしゃるのではないでしょうか。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、というわけでですね、今回はこちらのモデルガンなんですけども、こちらはですね、MGC の発火式モデルガン、M1911 レミントン UMC というモデルですね。まあ、昔はですね、モデルガンといえば MGC という感じだったかと思うんですけども、その MGC はですね、結構ガバメントのモデルガンいっぱい出してたんですよ。なので、これがいつの製品なのかっていうのはちょっとあんまり詳しくないんですけども、スモールカートではなくてリアルサイズのカートになった後なんじゃないかなっていう気はするんですよね。そう、だからね、中古で MGC のガバメントのモデルガン買いましたなんて言ったらね、カートリッジは一体どれなんだっていう話になるんですよね。そのぐらいたくさんバリエーションがあったんですけどもね。まあその MGC のガバメントの中でも今回は1911ですね。ガバメントというと M1911A1 がメジャーかと思うんですけども、その M1911A1 になる前の M1911 というモデルなんですね。まあ若干 A1 と違いますので、その辺も見ていけたらいいかなというふうに思います。それでは開けてみましょう。せーの、オープン。とは言っても落とさないように気をつけないといけないんでね、丁寧に開けましょう。はい。はい、まずこちらがですね、取扱説明書ですね。ちゃんと綺麗な状態で残っています。ここに書いてありましたね、リアルサイズカートリッジと書いてあります。で、中はこんな感じで、この前紹介したタニコバの M4 モデルガンみたいにね、イラストが手書きですね。昔のモデルガンの説明書といえば、私の中ではこういうイメージがあります。はい、そしてここ見ていただきたいんですけども、2000年11月現在のものですっていう風に書いてあるんですよ。2000年っていうと割と最近な感じがしますよね。でも、もう21年前なんですよ。そう、私ね、自分がね、1994年生まれなんでね、2000年って聞くと、なんだまださ、割と最近のことじゃんなんて思っちゃうんですけども、よくよく考えるともう21年前っていうね。はい、そして中身がこんな感じです。スペアマガジンとスペアカートリッジをですね、これは買い足してありますね。こちらがスペアマガジンです。これ今カートリッジがですね、4発ぐらいロードされているんですけども、これ私が入れたわけじゃなくて、お借りした時からロードされていました。なので、私がカートリッジを込めてそのまま放置したとか、そういうわけではありませんので、ご安心ください。はい、そして本体がこちらでございますね。いやー、やっぱね、このノーマルのガバメントっていうんですか、最近の銃ってね、結構レールがついていたりですとか、サイトがね、ボーマーサイトついてたりだとか、あとノバックサイトついてたりとかね、いろいろそういうカスタムモデルがね、結構いっぱいありますけども、やっぱり一番シンプルでかっこいいのはこのノーマル状態のガバなんじゃないでしょうかね。カスタムモデルとかももちろんかっこいいんですけども、最終的にはこの素のガバメントに戻ってくるみたいなね、そんなところがあるかと思います。それではこの M1911UMC近くで見てみましょう。それでは近くで見ていきます。はい、まずはマズルですね。45口径ですので、非常に迫力のある見た目となっていますね。で、こちらはモデルガンということでインサートが入っているんですけども、 MGC はですね、こんな感じで縦方向に入っているのが特徴ですね。最近のモデルガンは横に入っていることが多いですね。はい、そしてバレルブッシングとリコイルスプリングプラグがついています。はい、そしてスライドです。スライドはですね、ちょっとこれカメラで映ってるかわかんないんですけども、よーく見るとですね、ツールマークが入っていて、非常に美しい仕上げになっているんですね。で、刻印はこんな感じで入っております。コッキングセレーションですね。そして反対側です。反対側の刻印はこんな感じになっていますね。エジェクションポートです。エジェクションポートには特に刻印とか入っていません。はい、そしてフレームですね。フレームにもこんな感じで刻印が入っています。フレーム反対側ですね。はい、そしてフレーム下部です。ご覧の通りパーティングラインは綺麗に消されていますね。はい、そしてサイトです。フロントサイト、リアサイトです。リアサイトはこんな感じで U の字型になっています。はい、そして操作パーツ類、まずはハンマーですね。ハンマーは 1911A1 のような幅の広いタイプのものがついています。で、トリガーですね。トリガーは特にチェッカリングですとか、セレーションなどは入っていないつるんとしたものです。
スライドストップレバーです。スライドストップレバーはチェッカリング仕様ですね。そしてサムセーフティー、サムセーフティーも 1911A1 のようなチェッカリングタイプのものがついています。そしてグリップセーフティーですね。もはや説明不要かとは思いますけども、ガバメントはここのグリップセーフティーをちゃんと握り込まないと撃つことができません。はい、そしてメインスプリングハウジングです。チェッカリングとかセレーションのついていない、こちらもつるんとしたタイプですね。そしてグリップです。グリップは最初から木製グリップがついています。反対側です。やはりガバメントのグリップといえばダイヤモンドタイプっていうんでしたっけ、こういうひし形の模様が入ったこういうグリップのイメージが強いかと思います。そしてグリップテープにはランヤードリングがついていますね。でマガジンがこちらです。このマガジン錆びていなくて綺麗な状態を保っています。この背中の溶接もね、綺麗ですね。でこのマガジンテープにはランパントコルトの模様とコルト4号オートと書いてあります。はい、まあ近くで見るとこんな感じでございました。はい、それではですね、いつもでしたら発火してみたというのをですねご覧いただくんですけども、ちょっとこれはですね借り物ということもありますので発火はしません。なのでちょっと代わりにですね、この M1911 と後の M1911A1 系どういうところが違うのかっていうのを見ていきたいんですけども、ちょっとですね M1911A1 を持ってないのでちょっとこのシリーズ70で見ていきたいと思います。まあとは言ってもですね、微妙にこの操作パーツ類が違うだけでフレームとかそういう大きなところは 1911A1 と変わらないと思いますので、まあちょっと簡単にではありますけども、比べていこうと思います。まずですね、真っ先に目行くのはここですよね。このトリガーですね。こちら M1911 なんですけども、トリガーが長いんですよ。でこちらがシリーズ70なんですけども、 1911A1 も同じようなサイズです。こんな感じでですね、トリガーの長さが全然違うんですね。私個人的にはですね、こっちの今のショートタイプのやつもいいんですけども、やっぱりこの初期型のね1911のこのロングタイプ、こっちの方が引きやすいんじゃないかななんてちょっと個人的には思ったりしちゃいますね。まあただですね、ちょっとこれグローブとかしてると窮屈かなっていう気はしますので、まあなのでこれは 1911A1 で軍用拳銃として採用された時にやっぱりグローブとかしててもちゃんとトリガーガードの中に指が入るようにショートトリガーになったのかなーなんて想像します。はい、そして続いてトリガー周りで言うとここですね。微妙なんですけども、このフレームのトリガーの後ろの部分、ここですね。ここがこれ1911で、こっちがシリーズ70、まあ 1911A1 も同じなんですけども、こんな感じで切り欠きが入ってるんですよ。これがないのもですね1911の特徴ですね。はい、そして次がですね、ここのメインスプリングハウジングですね。ここのメインスプリングハウジングの部分がですね、膨らんでいないストレートタイプを装備しているのも1911の特徴です。おそらく皆さん見慣れた 1911A1 なんかはこんな感じで膨らんでいると思うんですよ。これがね、1911ではこんな感じでストレートハウジングになっています。まあでもこのストレートのハウジングっていうのはカスタムモデルとかで割と今でも見ますので、そんなに違和感と言いますかね、物珍しさはないかもしれませんけども、まあ、これが最初からついているのが1911の特徴ですね。はい。まあパッと見てわかる1911と 1911A1 系の違いっていうのはこんなところですかね。まあもちろんですね、もっと細かいところではいろいろ違いはあるんですけども、こうやってパッと見て、ね、写真とか、そういうのでこうパッと並べられてて、あ、これは1911だって言って分かりやすいのはこの辺かなっていう感じですね。はい。まあ今回はそんな感じでございました。はい。というわけで今回はですね、こちら、MGC のモデルガン、M1911UMC の紹介でございました。まあちょっと今回はですね、発火シーンっていうのはなかったですけども、まあとにかく昔にこういう製品があったんだっていうのを、お伝えできればいいのかなというふうに思っておりますので、せっかくのモデルガンなのに発火シーンがないじゃないかと思うかもしれませんけども、ごめんなさい。どうかご勘弁いただければと思います。まあ今回私が紹介したね、1911と 1911A1 系の違いっていうのは本当にもう、初歩の初歩の話ですので、細かいところはどういうところが違うんだろうっていうのが気になった方はですね、もう先輩方がいろいろ解説し尽くしてると思いますので、ネットで調べていただければと思います。ガバ系はね、もうマニアが多いですから、調べたらすぐに情報が出てくるっていうのがいいところですよね。まあそんな感じで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。